キングです。今日はですね、この鬼畜1の1のトロールコースやっていきますか。で、この1の1、サムネを見て分かる通りですね、床が全部針になっていて、P スイッチを踏みながらゴールまで目指せっていうコースだと思うんですよね。で、以前にもね、似たようなコースしたと思うんですよ。ちょっと出すね。はい、この1の1、以前やったと思うんですけど、こっちの方がね、クリア率はめちゃくちゃ低いんですよ。でも、この1の1って、コースがね、半分ぐらいしか作られてなかったんですよ。で、この1の1に戻るんですけど、ダウンロードする前にね、詳しく見るを見てみたら、しっかりとですね、1の1が最初から最後まで全部作られてたんですよね。それを P ジャンしながらゴールまで目指すって、めっちゃ鬼畜だなと思いまして、早速このコースやっていきましょう。ただこのコース、P スイッチを全部踏まなきゃいけないっていうわけじゃないと思うんですよ。最速クリアが22秒だからね。あ、ほらゴール条件ないでしょ。っていうことはこの P スイッチを踏みながらゴールまで目指せばいい、そういう感じでしょそこをミスってしまいましたけど、それじゃあ仕切り直して、最初とんでもないボンミスをしてしまいましたけど、これ落ち着いていこうね。あんまり喋らんで落ち着いていこう。そしたら絶対に早めにクリアできるから。なんかね、最速クリア22秒だったけど、そんなに早くいかなくて大丈夫。ほぼちょびちゃんでこうやって抜けていけばいけるはず。よっしゃ来た。で、ここは今んとこちょっと難しいね。これたまに勢いいる感じだね。っていうかね、相当話変わるかもしんないけど、聞いて。なんかね、ツイッターとかでさ、最近ねよくフォローされるんだけど、そのフォローされた時にさ、プロフィール欄があるじゃん、その人の。そのプロフィール欄のところにね、ピオキングさんが大好きですみたいな、結構ね書かれてる人がね多いんですよね。それを見ていまだにね相当嬉しく思うなと思いまして。ていうかさ、なんか結構いいとこまで行ってない？これ下から行かない無理だね。はいはい、いや来たんじゃないこれ。早めにクリアできました。うわうわ、惜しい。最後もうちょっとだったじゃん。はい、それじゃあ今のゴール前のところからカットして始めてっていいですかね多分カットしてったらここっつってジャンプして終わるだけだと思うんですけど、そっから始めてっていいですかね。いや別に楽しようとしてるわけじゃないよごめんなさい、嘘です。楽しようと思ってました全部さらけ出します。そっちの方がだって簡単だもん。そこまで無言でいって、そっからカットして、あそこだけジャンプって言えばいいだけでしょゴミ実況者だね。ここで行きますゴールできました。はい、今ねこのコースクリアしたと思うんですけど、 P スイッチはさっき全部踏まなかったじゃん。っていうことでここで自分縛り、 P スイッチを全部踏みながらこのコースを攻略したいと思います。ちょっと見てて、今回マジだよ。いっつもなんかさ、やっぱりクリアできませんでしたとかさ言ってるけど、今回はこの P スイッチ全部踏みながらやっていくよ。ちゃんとね途中で切らさないから、いっつもね途中で切れると思うんですよね。はい、次のトロールコースはこのコースみたいな感じでちゃんと今回やっていくから安心して。いやしかしこれね結構やり直ししてるんですけど、全部の P スイッチを踏みながらってね、なかなか難しいね。ほっ、ここで2個一気に踏むのがねミソだね。もうカニミソで、これねある程度リズムに乗った方がいいね。多分リズムに乗ったらいけるよ。リズム天国だね。あ、っていうかさ、これ一つ思ったことあるけど言っていいかな。これカットできんくない？ちゃんと全部 P スイッチを踏んだか確認するためにさ、全編カットができんよねこれ。だってもう一回さクリアテイクを見せる形になるかもしれないけどごめん、そこら辺はさ、この待って、喋らんでいいかな。もういい。ここまで来たらもう喋らんでいいよね。こっからマジで集中していくね。なんだって P を全部踏まなきゃいけないからね。なんでこのコースをクリアして P スイッチジャンパーに僕はなりたいと思います。ここで P スイッチジャンパーありがとうございます。クリアできました。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、ノーエネミーストロール。このコース名ねちょっと気になることがあるんですよ。これ日本語に訳すとさ、敵がいないトロールっていう意味なんだよね。トロールコースで敵がいないってさ、めっちゃ珍しいなと思って。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 1.01%。敵がいないのになかなか難しいね。敵がいないけど多分鉄球とかさ、いろんな仕掛けによって多分マリオやりに来てくると思うんですよ。さあどんな罠が待ち受けてるんでしょうか。これは何もしないで大丈夫。ほらね、さてここ走っていくのかな。右上、いやここ右に行けるね。右に行きます右行けんやんか。それじゃあ右上行ってみよう。こっちでしょきっと。あれ、あ、なるほど、このバネを下に落としておけってことかな。それじゃあこのちくわブロックをなくしてすぐ上に行けばいい感じでしょ。こういう感じ。いやそれじゃすぐ左だね。こういう感じ、これでいいでしょ。そしたらバネが下に行く。来ました。これで右に渡れるっていう感じだね。そしてあれもうあいつも敵やんか。もう隠しブロックってさ、ある意味敵より立ち悪いよね。見えないから。じゃあこのまま右に渡って、ここが隠しブロックだったね。そしてここでキノコを取って上に行けばいいか。あれいや大丈夫、これが正解っていうもんでしょ。そしてこのまま右に渡ります。さてここのハテナブロック何が出る。パンね。これはパン。うわ、どういうことだろう。を出してバネを出せっていう感じかな。左のバネ出しておいて、そしてこのハテナを叩いたらどうなるどういうことよ。このバーのところで持てるのかな。一旦試してみようか。持てる。おし、オッケー。バーの向こう側にはしょうもねえやられ方してしまった。いや、このバーの向こう側に手を出せるとか聞いてないよ。バリを手出せるんでしょ。バーの向こう側にたまには出せよ。じゃあゴール前にバーあった時出してよねって感じなんですけど。さてこのハテナブロック、葉っぱが入ってるねきっと。田辺どこ行ってんの。そんな見たことのない動きすんなってじゃあここは葉っぱを出した瞬間すぐジャンプして取る。左。じゃあここは左だったね。ジャンプしてすぐ左。ここ取るのが難しいぞこれ。叩いてすぐ左。ここオッケー。そしてこのブロックは壊す。ここも壊す。怪しすぎこの場面なんもないのかな。大丈夫。まあここで一旦チビにならなきゃいけないよね。チビになってこのドアに入ります。多分これで合ってる。さて中間ポイント。うわ、ピンコインコース。ピンコイン2個あるね。今1個取れたけど、もう1個取ってここに戻ってこいみたいな感じか。さっきはさパンブロック取れたじゃんか。そこのピンコインも手伸ばして取ってよマリオ。っていうかちょっと頭当たってんじゃんかまあいいや、もうこのまま右行こう。さてここは下のブロックしかないね。下のブロックっていうか下の土管しかないんで、こっち行きます。さてこのまんまこのバネを持って上に行ったんでじゃあここは何もしないがいいね。一旦右に行って左行こう。そんでここでパンブロックじゃねえや、バネブロック。どこ行ってんのつららにも気をつけていこう。まずつららを出してすぐ乗る。こういう感じでしょ。いけませんねこれすぐいけみたいな感じかな。なんで投げてすぐジャンプ。早く間に合えそれじゃあリベンジいきます。ここで持ってすぐ投げてジャンプ。これでいける感じなので、ここ怪しいよ。走っていこう、走っていこう。でジャンプ真ん中のバネ真ん中のバネだけ持ちます。そしてこのまま走っていく。そしてバネジャンして右に行く感じだね。さてここはうわああ熱いここでいいでしょきっと。だから左に行けっていう感じで書いてるんですけど、下でいいよねきっと。こっちに行って走っていきます。多分大丈夫。オッケー。でこれは右に行くべきか下に行くべきか。下行こうか。左行ってみるね。あ、パウが出てきてるよ。このパウを持っていくんじゃないのきっと。そうこういう感じでしょ。来ました。このパウを持ってこのまま右。もう一回パウがあるね。どういうことだろう。あ、これでしょ。こういう感じでいいんでしょ。多分これで正解だよね。よしよしよし。で中間ポイントが右側にある簡単だけど、これ取れないのかな。どうしよう。あ、ここでバネを持つ感じ。多分ね、待ってればきっと持てると思うんだよね。お前じゃねえんだよ。それじゃあこのドアに入ったらバネを持とっか。バネが、あ、右すぐ持てるんだね。多分これでいい感じでしょ。そして中間ゲット。よしよしよし。中間2だね。なんか早いね。そしてどっちを上に行くか。上に行ってみようか。たまにはこのまま上行こう。多分こっちが正解だよ。いや、いるくせくれ。こっちは何だろう。こっちが正解でやってくれ。頼む。このまま上行けるけどなんかあるの。なるほどじゃあここでフラワーを叩いて、あれ話が違うじゃねえか。どうすりゃいいのよこれは。え、フラワーが来るんじゃないの。この辺から叩かなきゃいけない。そういう感じで待ってじゃあここ叩いたらすぐ左にジャンプしていきます。おいよしよしよし。そんで右下の氷が溶かせるって感じだね。お前も溶かしてやろうコイン。そのまましゃがんで右だね。これ間違いですか？あ、チビになってこっちに来いっていう感じっぽいね。じゃあここで一旦チビにならないけんのだね。そしてこのまま右にダッシュしていけば大砲が抜けれる、そういう感じでしょ。きたーありがてえ。このままここでジャンプして次何もしないね。で左走っていく、そしてジャンプよし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 、これで合ってるね。危ねえ。何ここ、どうすりゃいいの？乗ったらどうなるんだろう。右に走っていく、わかるかそんなの今度左を失敗してみるね。左を失敗よしよし、危ねえ、やられる絶対やられると思った今。さて今度はスローバネを投げろってことかな。スローオフスクリーン ATCP になるほど、わかったよ。私チェックポイント2のところでオンオフを変えとかないけねみたいな感じだね。なんでこのチェックポイント2のところでどっかでバネを投げなきゃいけないと思うんだよな。どこだろう、ここ？いや違うよね。左？こっち投げてみようか。なんか変わってくれ。よっしゃ合ってた。でこの左の土管に入る感じだね。さて次はどういう感じだろう。ああ、それじゃあこの土管入ったら左を失敗して回避、そして上に行ける感じだね。嘘でしょ右上が正解なの？いや今回も罠が巧みすぎるなかなか一発でいけないね。じゃあここは上に行って左、ここが正解なんじゃないかな。そしてオフが変わって上に行ける感じか。オッケー、これは右に走っていこうか。右に走っていってすぐ抜け悔しいはい、それじゃあここは二重に仕掛けられてることが分かりました。なんで一旦乗って乗って乗ってヘイリズムに乗ってカマンベイベー。すいません、みっともないところをお見せしました。今度こそ右に渡ってみせましょう。でここは絶対乗ったらいけない、絶対乗ったらいけないよこれ。あ、熱い、どうしよう、これ右に行けないもんね。なんでこの P ドアに入るしかないと思うんですよね。さあ嘘でしょこれは右で合ってたの。うわどうなる早くやりに来いよ。何そこでうねうねしてんのお前かうまいな、どうって書いてるし。それじゃあここは右でよかったね。このまま右行ったら、なるほど、トゲコンボが出てくる感じだったんだね。そしてどうしよう、引っ込んだ時に上にずるいってだから隠しブロックは一旦隠しブロック出しておくね。出しておいて壊させる感じじゃないの。そしてもう一回真ん中まで出しておこう。そう、ここまで来れば安全でしょ。そして右下に落ちるとこれが正解だね。でピーヨンがなくなる感じかな。あ、なくなるんだこれで。そして扉に入ろう、頼む、入らせてくれるよね。オッケーさて2個目の中間ポイント取れました。なんか今度上のさ土管に行けるんだよね。扉と土管どっちなんだろう。まあ扉に入るけどこっちは嘘マジかよ。緑の土管が正解だったのか。じゃあ緑の土管いけるんかな。あ、いけるね。じゃあここでもう一回緑の土管でピンクイン集めてきて、また次は上の黄色の土管に入れっていう感じだろうね。多分そんな感じだと思うんだよねこのコース。さてここはチョイスって書いてます。ここはカエルじゃないとダメだと思うんだよな。カエル取ってみようか。カエル取ってほら来たでここでよバネを置いてこれを取らなきゃいけない、そういう感じでしょ。よっしゃ、これで多分正解だよ。多分カエルは捨てなきゃいけないと思うんですよね。見てこの才能のうまさ、どんだけトロールコースやってきてると。やべえすげえ、やべえ、これもどうしようもない感じですかね。走っていきます。こう取るところまで合ってたんだね。そしてここで下だけ壊さなきゃいけない、そういう感じでしょ。そして下に行く。ちょっと待ってる普通にミスってしまった。よし、多分これで合ってるね。さあ次はどんなんでしょう。あ、最初戻ったね。これすぐ左上に行っていいかな。さっきと違うパターン来ると思う。右、よっしゃ間に合いました今度はこのパネ持っていくみたいな、そんな感じじゃないから、ちょっと試してみていい？ここで置いておくでしょ。そしてこのまんまこうでチビになるでしょ。でこのパネを持っていく、そういう感じじゃないから、これはうますぎでしょ。ほら来た。ここでどうすればいいんだろうね。あれ降りれないぞ。なるほど。パンを持ってってことはここでいらんことパンを持ってきてしまったな。ビヨーン。じゃあここはいらんことしません。もうこの扉に入ってすぐ右にダッシュしておけば、このパンブロックが持てる。そしてパンを発動させる。オッケー。でもね、あのゴールはさせてくれないよな、きっと。いや絶対そうだと思った。まだ1個ね、土管が残されてるもん。そしてここでドアに入ってさっきのところに戻る感じでしょ。あれ、こっからどうすればいいんだろう。あ、このドアに入ればいいのか。そしたら最初のとこ戻る。あ、違うね。 CP1 ピティ。うわ、どっちだろう。上に行ってみる。あ、一緒だと思うんですけどね、繋がってる道は。ほらそして一番右上のあの黄色い土管、あそこでね、多分最後だと思うんですよね。それじゃあ行きますか。いや、急にゴールでめちゃくちゃびっくりしましたけど、ラッキーだね。てっきりあの土管からまだね、コースが続いてて、鍵ドアに入ってゴールみたいな感じと思ったんですけど。それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。